けこの想い、いつか届けこの祈り、誰を恨むこともない夢と消えても伊賀の山奥から忽然と江戸の町に現れた妖精のような女忍者、その名をキララという。半蔵も一目置くじゃじゃ馬娘の登場に雉の湯は大騒動となった。その頃甲賀の策略にかかった大八は殺人犯に仕立てられ絶体絶命。服部半蔵影の軍団、女忍びの殺気闇にご期待ください。